アイテム番号。SCP-669JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-669JP はサイト、8169の定期牽制生物収容ユニット内に設置された高さ60センチメートル幅、奥行きが80センチメートルのアクリルケースにて収容されます。給餌の際は人体がケース内に入らないように注意を払いながら、保管期限の過ぎた廃棄予定の輸血用血液をシリンダーにて与えてください。また、SCP-669JP は有害な物質を発生させる可能性があるため、直接の接触を行う職員は防毒マスク等の装備が推奨されます。追記、1日に1回、SCP-669JP の精神状態の悪化を防ぐため心理鑑定士によるカウンセリングを兼ねた心理状態のチェックを行い、変化の見られた場合は担当研究員に報告してください。説明、SCP-669JP は和型動物門ヒルツナ、ヒルディニー、に類似した特徴を持つ全長15センチメートルの生物です。外見的には接触時に赤褐色に変化することを除けばヒル類との相違点はありませんが、通常の種類には見られない駆逐ら質の微細な歯と高い知性を持ち、未知の方法で中年男性のものと同質の音声で会話することが可能です。また、SCP-669JP は自身のことを、吸血鬼の王、クレイグ、シュライベル、と称しており、かつて吸血鬼の王として君臨し、削除済み、との戦いの果てに世界を放浪を続け200年前に日本に移り住んだ、と主張していますが、そのような事実と合致する歴史的な記録等は確認されておらず、妄想性障害及び演技性パーソナリティ障害の可能性が指摘されていることを関係職員は留意してください。SCP-669JP は常に全身を覆う粘膜から未知の幻覚成分を含んだガス状の体液を噴出させることによって、限定的かつ局所的な視覚の混乱を引き起こすことが可能であり。そのことについて SCP-669JP は、この幻術は我がの秘術の欠片だ、と主張しています。SCP-669JP は食料として人間の血液以外を摂取することが不可能であると主張しており、人体からの直接な吸血による感染症等のリスク上の観点から保管期限を過ぎた廃棄予定の輸血用血液が与えられます。1. SCP-669JP はナミウズムシ、ルゲシア・ジャポニカに見られるものと同等の再生能力を保持しており、細かく裁断された場合においても断片のいずれかを起点として極性を持った再生を行います。この再生能力によって SCP-669JP が複数再生した場合では、一匹の個体のみが SCP-669JP の意識を持ったまま通常のサイズへと再生を完了し、他の個体は5センチメートルから10センチメートルの小型の個体へと再生します。再生を終えた小型の個体は知性を有する様子を見せず不規則に移動を行うか一切の行動を行わないまま、およそ3時間ほどで溶解しアミノ酸を含んだ液体へと変化しますが、SCP-669JP と接触した場合は癒着した後に縮小を行い SCP-669JP へと吸収されます。この吸収によって SCP-669JP の重量配置時的に増大しますが外見的な変化はほぼ見られず、数期間後には重量も元の状態へと戻ります。この性質を用いることで SCP-669JP への給仕を行うことも提案されましたが、再生自体に SCP-669JP が疲労を見せたこと、吸収によって SCP-669JP が栄養を得ている様子が見られなかったことから、無意味であると判断されました。再生実験を行った際の組織の断片を検査した結果から、SCP-669JP からはヤマビル、ヘイマディプサザイラニカジャポニカ、と人の遺伝子の他に複数種の未知の生物の遺伝子情報が確認されているほか、SCP-669JP の粘膜及び体液からは上述した幻覚物質の他に複数の酵素や電解質が含まれており、最も近い存在としては唾液の成分が挙げられています。なお、体内からの組織や臓器の存在は確認されず、大腸組織に似た構造の細胞と乱雑な神経組織のみが確認されており、それと同時に長さ3センチメートル、幅2ミリメートルほどの空洞が頭部付近から確認されていますが、この空洞はどのように損傷し再生した場合においても意識を持つ個体の頭部に存在します。以下は SCP-669JP に対して行われたインタビューの中でも重要だと思われる部分を抜粋したものです。インタビュー記録 669JP 3対象 SCP-669JP インタビュアー
SCP-669JP 研究班班長、下北沢博士。不記。当記録は SCP-669JP に対して行われた3回目のインタビューにて、敵対的な態度を改め収容に対する理解を示したために個別に記録されたものです。再生開始。無関係な内容が多いため、インタビュー前半は省略。下北沢博士。すると、あなたがこの国に来た理由は療養のためということですか？ SCP-669JP。はるか昔、我とその部下たちは十字狂いどもによって辺境に追いやられ苦戦を強いていた。かろうじて逃げ延びた先に待ち受けけて委託された肉どもは倒せども倒せども湧き続け、吸血鬼の頂点である我であってもあの忌まわしき豚のふぐりどもの数と勢いはどうにもできなんだ。下北沢博士。十字、ああ、なるほど。しかしあなたを見る限りでは、その、大変だったでしょうね。人間との争いは。SCP-669JP。人間など相手にはならんしカルシウムだかなんだかいう肉どもが映す絵しかっただけだ。貴様と人間など我ら吸血鬼にとっては何ということはない。我が力にかかれば貴様らを引きちぎってすりつぶすことなど朝飯の前だ。奴らの呪いによってこの姿に変えられてしまったことが最大の失敗だっただけのことだ。下北沢博士。どういうことですか ?SCP-669JP。吸血鬼の王でありかつては鮮血鋼と呼ばれた我であったが、奴らの珍妙な術にはなす術がなかった。我が配下は歩く臓物や死者に捕まり、知事に引き裂け枯れ飲まれ、部下も十字狂いも飲み込まれ。やがて巨大な肉壁となった忌まわしき者に、我も飲まれてしまったが、私も馬も、しかし、肉の上に立っていたボロ布の、いや、とにかく我は奴に。相手を惑わし眠らせ毒を食らわせる秘術を行使することができたため、我のみが生き延びることができた。下北沢博士。大丈夫ですか？問題ないなら続けましょう。それで、なぜこの国にそもそも吸血鬼は湧水を渡れないという話では？ SCP-669JP。それはこの姿が幸いしたようだ。以前の好みを縛っていた忌まわしき鎖は皮肉なことに、奴らの呪いによって解かれたのだ。そのおかげで船に乗り込むこともでき、身を隠すこともできた。この国にたどり着いたのは奴らの手が及んでいなかったからに過ぎない。なかなか住み心地は良いがな。下北沢博士。はぁ、日本語は独自に真似ばれたんですか ?SCP-669JP。それも我が大いなる力の断片に過ぎない。心ある者の魂の内に響くつぶやきを聞き取る力が、この姿であっても多少扱えたということだな。下北沢博士。なるほど、よくわかりました。つまりあなたのその姿は本来の姿ではないということですね。SCP-669JP。SCP-669JP。ああ、その通りだ。その名前にもそろそろ慣れてきたな。彼らは別の名で呼んでいたが。下北沢博士。彼ら知り合いがいたんですか ?SCP-669JP。この国で巡り合いし呪い師たちだ。収集、コレクターと呼ぶべきか。奴らは様々なことを知り様々な術を用いていたし我が家我が配下を苛みし知り悪たどもについてもよく調べていた。我に近づいたのもおそらくは我の知識と力を欲ししていたのであろうな。含み笑い、結局はこの呪いを解けず、愚かな人間同士の争いと馬鹿騒ぎによってちりじりバラバラになってしまったようだが、今となっては懐かしい話だが、今はこれ以上話す気分ではない。下北沢博士。とても興味深いお話ですね。よろしければもう少しお聞かせ願いたいのですが。SCP-669JP。含み笑い、貴様らの知る必要のないことだ。話すつもりはないと言っている。下北沢博士。わかりました。その話はまた今度に。ところでその、かつての姿、に戻る目処は立っているんですか ?SCP-669JP。実は一つの方法を考えている。これまでに世界を渡り歩いていた知識とこの国で知った様々な事柄から考えついたのだ。下北沢博士。聞かせてくれますか ?SCP-669JP。SCP-669JP。貴様も知っていると思うが我々吸血鬼は人間の血を喰らう、人間の血から魔力を得るのだ。この姿になってから得られる血の量も減り、
我が闇の力も落ち込んでしまった。もし大量の人間の血を得ることができたならば、あるいは、下北沢博士、大量の人間の血液を摂取することによって元の姿に戻ることができるとお考えなんですね。SCP-669JP。ああ、その通りだ。それこそがこの煩わしくも我がに絡みつく毒のウバラを焼き尽くす唯一の方法だと考えている。そしてそれには貴様らの協力が不可欠であるとも考えているのだ。貴様ら人間と対等に話しているのもそのためだ。下北沢博士。それが協力的な態度の理由ということですね。わかりました。とりあえず一度インタビューを中断します。再開は10分後に。再生終了。終了報告書。インタビューの内容から、対象は過去に何らかの異次元な存在と遭遇し、現在の性質を得た可能性が示唆された。発言にはいささか信憑性のないものや大げさなものが見られるが、いくつかの内容から東欧諸国で確認されている異次元な存在との共通点が見られるため、さらなる聴取と調査が必要だと考えられる。また、発言内容から察することのできるように、対象は古代妄想を含んだ心因性の障害を患っている痕跡が見られるが、私個人の推測としては一種の記憶障害からなる妄想であると考えられる。対象を、元の姿、に戻すことで、知性の向上や脳組織の発生が認められた場合、ケア次第では記憶を復元できる可能性がある。対象の態度次第では実験を取り行うことができるだろう。発見経緯。SCP-669JP は房総半島沖に位置する、島内の廃屋から発見されました。財団は当時、島の付近で発生した沈没事故の調査及び遭難者の救助を補助しており、近辺に位置していた、島の調査を行っていた際に無人島であるにもかかわらず洋館が存在したことが職員の注意を引きました。洋館の探索を行っていた職員からの、巨大なコウモリに襲われた。何かが動いたと思ったら黒い影が現れて怒鳴られた、といった報告があったため、各種装備を行った収容チームが向かったところ、洋館内部にて、一匹のヒルに怯える救助犯人の姿を目撃したことにより、事態を把握した職員によって迅速な収容が行われました。洋館に関して SCP-669JP は自身の城であると証言していますが、内部調査から明治、年に貿易省の手で建設され放棄された建築物であることが判明しており、内部の様子や SCP-669JP が洋館内の設備をほぼ使用せず内部を詳細に把握していなかったことから、オブジェクトと洋館自体は無関係であることが判明しています。当情報は関係性が未だ不明であり、機密情報を含んでいることから閲覧はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員に限定されます。島はかつての収集員が保有していた島であり、島内の洋館は異次元存在及びその資料の保管施設となっていたことが過去の記録から判明しています。また、過去に島内から押収された資料を再度調査した結果、SCP-669JP に関連していると思われる記述がなされた資料が発見されており、SCP-669JP が収集員によって過去に確保され、島内に移送されたものであると財団は考えています。なお、過去の調査で SCP-669JP が発見されていない点に関しては未だ不明ではありますが、何らかの形で財団の把握していない場所に収容されていた SCP-669JP が逃亡を行い、島内に潜んでいた可能性が高いと推測されています。これらの情報に関して、SCP-669JP は何も語っていません。以下は押収された記録内で SCP-669JP に関連していると思われる記述です。当文書はかつての収集員の末期に発生した混乱の影響からか保管に不備が発生しており文書が破損しているため、また関与していた人員の消息が不明であるため正確な内容は判明していません。収集物覚書96番。10、収集船内旗の体内より発見。生、要素を保持しているが幻覚、生体、類される可能性あり。人の上は昼に酷似しており9、ためにて栄養補給を行うことが確認される。発言はたびたび突飛なものへと変化、一方で力的かつ、体重人格の要素を見せ。体はナメクジやヒルと変わらぬ軟体生物、においても即座の再生を見せ、個別の、と分裂、融合を確認。ツトム艦立ち会いのもと、解剖手術を行ったゆえ、柱状の白い生物を発見。この性、寄せ、から、
大陸での、ミサレおそらくは彼らの言語に、アクル、ティから、ON、摘出を行い、にて研ぎ博士の管理の下で研究が、対象のによる言動は妄想性の、虚現象の影響であると、宗教的な休眠状態へと、間の保有する、封印を。ホイ1、SCP-669JP 自身の収容に対する協力的な態度、及び保有する情報の提供を促す観点から SCP-669JP に血液を与え、呪い、の解消を試みることに問題はないと判断されました。実験は隔離された実験棟で行われ、万が一の事態に備えユニット内外に合計12名の警備スタッフと戦闘訓練を積んだエージェント4名を待機させた状態で開始されました。この姿に変えられて200年、ようやくこの時が訪れた。貴様ら、いや貴殿らには本当に感謝している。この借りは返しても返しきれぬほどの鎖をこの身に打ち込んだ。我が本来の力を取り戻した暁には貴殿らにありとあらゆる秘術と知識を持って協力することを約束しよう。刮目するがよい、我が真なる力を、真なる姿を、さあ、博士、実験とやらを始めてくれ。実験前の SCP-669JP の発言記録より、実験時の映像記録 669JP-H 実験記録 669JP-H 日付2000年月日対象 SCP-669JP 実験担当者下北沢博士実施方法 SCP-669JP に対するチューブを用いた血液の投与と形態の変化及び反応の調査不起ユニット内には下北沢博士と共に2名のエージェントと4名の警備スタッフが滞在、ユニット外ではエージェント2名と警備スタッフ8名が待機しています。記録開始。下北沢博士、準備はいいですか ?SCP-669JP。念を押しておきますが、くれぐれも勝手な行動は起こさないでください。この、勝手、というのは許可されていないこと、すべてが該当します。よろしいですか?SCP-669JP。ああ、わかっているよ博士。ではいただくとするかな。この狂わしくも赤き命の酒を。SCP-669JP が血液の摂取を開始する。下北沢博士。現在 500ml を摂取。変化はなし。エージェント、セントラル博士。あまり近づきかない方が。SCP-669JP。そう怯えることはないぞ人間。真の姿を取り戻した頃には腹も膨れているだろうからな。20分が経過し摂取量は1リットルを超える。SCP-669JP の体長は約50センチメートル、幅は約30センチメートルに達する。下北沢博士。現在摂取量は 1.5 リットル。摂取量が上昇するとともに体積が増加しているのを確認。エージェント、うるさい。この調子では相当な時間がかかりそうですね。迅速な血液の摂取を促した方が良いのでは ?SCP-669JP。黙れゲロー。闇の血族の王たる我は何時いかなる時であっても食の作法を乱すような真似はせぬ。摂取を中断しぶり返る。エージェント、セントラル博士、対象の口元に。下北沢博士ああ、わかっている。対象の口元に1体の牙と見られる部位の形成を確認。長さは5センチメートルほどで幅は1センチメートルほどと見られる。引き続き経過を観察する。SCP-669JP。力が膨れ上がるのを感じるぞ。もうすぐだ、もうすぐ、新たなる暗黒神話が歴史に綴られることとなるのだ。実験開始から1時間が経過。対象の背面部の文様が赤く輝き出す。下北沢博士。対象は現在血液5リットルを摂取。体長はおよそ 1.2 メートル、幅は50センチメートルほどと見られ、牙も20センチメートル程度にまで成長したことを確認、径を変えたチューブを用意した方が良さそうだな。新たなチューブを取り出す。警備スタッフ。交換作業を終える、チューブの交換を完了しました。エージェント、うるさい。血液の漏洩が激しいですね。もう少し丁寧な、作法、を見せていただけると助かるんですが。エージェント、セントラル床にビニールシートを敷いた方が良かったかな。この大きさならチューブよりもバケツとかの方が飲みやすいんじゃないか ?SCP-669JP。
黙れ、黙れ、黙れ、貴様らの用意した食器が脆すぎるのだ。なんならこの牙で貴様らの。下北沢博士。遮って、SCP-669JP。この実験はあなたの協力的な態度を考慮して行われているということを忘れないでください。あなたの行動や言動によっては実験の中止もやむを得ないと私は考えています。わかっていただけますね。SCP-669JP。ああ、わかっているとも博士。これほどの力の高まりを感じたのは久しぶりなのでね、少しはしゃいでしまっただけだ。はしゃぎすぎて軽口を叩いてしまうほどに。貴殿の配下が怯えなければ良いのだが、笑う。下北沢博士。ならば良いのですが、引き続き実験を継続します。続けてください。実験開始から2時間が経過。対象の全長は2メートルに達し、背面部によく種目のものと酷似した1メートルほどの肥沃が形成される。下北沢博士。現在、摂取量は9リットルを超えた。背面部の皮翼は血色を増して、活発に動いている。牙は8体まで形成されているのが確認できる。エージェント、うるさい。機動部隊から応答がありました。現在実験棟外部にて待機中とのことです。警備スタッフ、爆破機構の準備、完了しました。エージェント、セントラルこちらも問題ない。銃を構える。SCP-669JP。うなり声、素晴らしい、まるで偉大なる満月の夜のようだ、この身に、牙に、血に、かつての力がみなぎっていくのを感じる、さあ、見ておくがいい。吸血鬼の王が長き時を経て再び蘇るのだ、いてつき、朽ち果てしわが誇りが闇と共に復活するのだ、貴殿らの歴史書にも書き加えておくページが増えてしまったようだな、大声で笑う。下北沢博士、実験を継続します。実験開始から2時間半が経過。対象の体の側面から人と酷似した腕の発生が確認される。下北沢博士。現在、摂取量は11リットル。対象に発生した腕はおよそ成人男性ほど、初見としては、鍛え上げられた、と付け加える、5、10センチメートル以上伸びた爪も。SCP-669JP。うなり声、やはり時間がかかるものだな。他の連中の呪いはそれほどまでに強力ということか。しかし、それも後わずかの辛抱。今や我が力は好みを張り裂きそうなほどに高まっている。小規模のスパークが発生。下北沢博士。対象は放電現象を引き起こしている。目的は不明。エージェント、セントラル博士、そろそろユニット外へ退避を。下北沢博士。遮って、待て、何か様子がおかしい。どうかしましたか ?SCP-669JP。SCP-669JP が突如激しい痙攣を起こし、うなり声を上げながら立ち上がる。スパークは激しく全身から発生。エージェント、うるさい。が、外部の人員に応援を、ユニットの扉へと向かう。下北沢博士。だから待て、ユニットの解放は収容違反の危険性がある。SCP-669JP、一体どうしたんですか?SCP-669JP。焼けつくように臓腑がうずく。我が、闇の力に、好みが耐え、くる。うめき声。エージェント、うるさい。来ます。警備スタッフは退路を塞いでください。無線機を取り出す。エージェント、セントラル博士も早く外へ、SCP-669JP へ銃を向ける。下北沢博士。SCP-669JP、姿勢を保ってください。この実験によってあなたの、SCP-669JP。苦しい、検閲済み、SCP-669JP は叫び声を上げながら床へ倒れ込み、口から激しく血液を噴出しユニット内を転げ回る。SCP-669JP の噴出した血液によってユニット内全体は赤く染まり、SCP-669JP が血液を吐き出す前に縮んでいく姿が確認される。30分後、血液の噴出は止まり SCP-669JP は元の形状に戻りユニット中心で静止した。警備スタッフ。4名とも、血に濡れたまま呆然と立ち尽くす。エージェント、うるさい。血を拭いながら立ち上がる。エージェント、セントラル。血を拭いながら銃を下ろす。下北沢博士。実験を中断、いえ、これで実験を終了します。記録終了。終了報告書。
SCP-669-JP はおそらく身体的な問題から血液の十分な量を確保することができず、実験途中に限界を迎え激しい血液の排出を引き起こしたものと考えられます。また実験時に確認された腕や皮翼の発生とその消失、放電現象等から SCP-669-JP の推測そのものは正しかった可能性が高いと思われます。なお、SCP-669-JP は現在も意識を取り戻していないため、収容ユニットに搬送された上で厳重な監視が行われています。追記。この実験により研究員及び警備スタッフには被害はありませんでしたが、噴出された血液によってユニット内が汚染され、3日間清掃スタッフによって清掃が行われている間ユニットは使用不可となっています。この事態を受けて、SCP-669-JP に対する同様の実験は今後禁止されました。SCP-669-JP は3日の期に意識を取り戻していますが、改めて行われた検査の結果体長が10センチメートルに変化していましたことが確認されています。もうどうでもいい、好きにしてくれ。意識を取り戻した後の SCP-669-JP の発言記録より、ほいに、実験以降、SCP-669-JP は協力的な態度を崩してはいませんが、著しく落ち込んだ様子と軽度のうつの兆候を見せ、血液の摂取を拒否するなどの行動も報告されています。インタビューに対しては積極な姿勢を見せず、過去の経歴に関する有益な発言も見られてません。自己収容の可能性も考えられているため、定期的なカウンセリングを行い SCP-669-JP の精神状態の改善が試みられています。